はい、まあ、先月から開始した、全国への視察について、これまでに、栃木県、福岡県、鳥取県、島根県を訪れ、障害者支援施設等の現場を、まあ、拝見してきました。また先週金曜には都内の介護施設のデジタルテクノロジー活用の視察も行ったところです。昨日は、鳥取県で地域ぐるみで切れ目なく子育て家庭を応援する現場を拝見しました。今後も、諸般の事情が許す限りなるべく多くの現場を訪問し、当事者のご意見に耳を傾けながら、子ども未来戦略方針のスピード感ある実現を進めることをはじめ、女性や若者の力を引き出すことはもちろんのこと、障害者や高齢者等にもしっかりと目配りして、包摂的な経済社会づくり等の政策を前に進めてまいります。梅雨前線の影響等による大雨に関しては、先週福岡県の被災現場等を視察し、福岡県知事等と意見交換を行ったほか、秋田県知事や島根県知事等からもご意見を直接聞く機会を設けました。政府としてはこれまでも谷防災大臣や斉藤国交大臣を現地に派遣し、自衛隊の災害派遣など被災地のニーズを踏まえた支援に取り組んできたところです。また農地や公共土木施設の災害復旧事業についても、激甚災害の本撃指定を行うべく作業を進めています。引き続き政府を挙げて被災者の生活再建支援、被災地の復旧支援等に万全を期すとともに、国土強靭化の取り組みについて、ついても着実に推進してまいります。福岡市ではマイナンバーカードを活用したノンストップ行政を掲げるサービスを体験いたしました。都内の介護施設の現場では健康保険証の管理やマイナ保険証の利用状況などについて伺いました。現場の声や意見を大切にし、政府としての対応を丁寧に検討してまいります。政権の最重要課題の一つである賃上げについては、最低賃金を全国平均で過去最大の上げ幅となる 4.3% 引き上げ、1002円とする目安が取りまとまりました。生産性向上支援や価格転嫁対策、106万円の壁への対応の徹底などの環境整備に政府一丸となって取り組み、構造的な賃上げを実現し、持続的な成長につなげてまいります。外交については諸般の事情が許せば8月17日から米国を訪問し、日米韓首脳会合に出席する予定です。日米韓を国際会議と合わせてではなく単独で行うのは初めてとなります。北朝鮮への対応とともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化のためにも、日米韓3カ国の戦略的連携を一層強化する機会としたいと思います。またこの機会に日米首脳会談および日韓首脳会談も実施する考えです。内外の課題は山積しておりますが、引き続き自民党、公明党の固い結束のもと、現場の声も踏まえながら政権運営に取り組んでまいります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。続いて山口代表からご挨拶をいただきます。はい。九州北部や秋田県をはじめ各地で大雨災害による甚大な被害が発生しました。政府においては被災自治体の要望を踏まえ、激甚災害の早期指定と迅速な災害復旧、被災者の生活再建に全力を挙げていただきたいと思います。また近年の災害の激甚化頻発化を踏まえ、治水対策の抜本強化など今後に備えた防災減災、国土強靭化の一層の推進をお願いいたします。
今年度の最低賃金について目標であった全国平均1000円を上回る目安額1200円が示されました。物価高騰が続く中、今後も持続的な賃上げが実現できるよう、次の目標を含め適正な賃金の在り方を検討するとともに、下請け取引の適正化を通じて円滑な価格転嫁を促し、また助成金等を活用して生産性の向上を図るなど、中小企業が継続的に賃上げできる環境整備を強力に進めるべきであります。マイナンバーカードと健康保険証の一体化については国民の間にさまざまな声があります。保険証の廃止はあくまで国民の不安払拭が大前提であり、まずはこれまで通り保険診療がきちんと受けられることをはじめ、マイナ保険証の利便性と安全性について実例を通じて分かりやすく周知に努めていただきたいと思います。紐付けの誤りなどについては総点検の結果も踏まえつつ、システムの改善や運用の見直しなど再発防止の仕組みを確立することが急務です。国民の信頼を取り戻せるよう適切な対応をお願いいたします。日米韓首脳会談については北朝鮮への対応など地域の安全保障上の課題をはじめ、経済安全保障など幅広い分野における3カ国の連携を強化し、ルールに基づく国際秩序の維持・強化や世界の課題解決に協力して取り組むことが重要であります。米韓それぞれと強固な2国間関係を構築しつつ、北朝鮮のミサイル情報の即時共有など具体的な取り組みが進展することを期待いたします。この夏、総理は各地を視察し、生活現場の声に耳を傾け、課題解決に取り組んでおられます。こうした政権発足当初からの政治姿勢を今後も貫いていただきたいと思いますし、与党としても現場の課題を政府と共有しながら、一つ一つ丁寧に対応してまいりたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。